伊住院町は、鹿児島県の西部、薩摩半島の中北部に位置した町。1889年の町村政施行に伴い、中伊住院村として発足し、1922年に、町政施行、1956年に、下伊住院村の一部を編入した。2005年5月1日に、東市基町、日吉町、吹上町と合併し、日沖市となり、 自治体としては消滅した。鹿児島県の西部、日置郡の中央部に位置した。町のほとんどが山間地帯であったが、町の中央部の盆地に市街地が形成されていた。日置市となった現在でも日置市役所が置かれている、中心市街地となっている。地名は伊集院市が伊集院を領有していたことに由来する。伊集院町は1889年の町村制。 思考時には、江戸期の半馬サが大技となり、メシ、ムレ、イガグラ、オータ、コイノハラ、グン、古城、下谷口、清藤、竹の山、土橋、徳重、中川の十二大事より構成された。1956年に、下伊住院村の内城神殿、下神殿、桑畑、野田、麦、生田、寺脇の六大技が、伊住院長に編入された。 1979年には、明園寺団地の区域に、明園寺1丁目、明園寺2丁目、明園寺3丁目が設置された。また、1997年には、大技軍の一部より、軍1丁目及び、軍2丁目が設置されている。これらは、現在の日置市移住院長半群れ、移住院長、伊賀,院長伊賀倉、移住院長伊賀倉1丁目、移住院長丘、移住院長上、 神殿、移住院長桑畑、移住院長小井野原、移住院長群、移住院長群一丁目、移住院長群二丁目、移住院長古城、移住院長下神殿、移住院長下矢口、移住院長清藤、移住院長地区の山、移住院長土橋、移住院長寺脇、移住院長徳重移住院長徳重一丁目、移住院長徳重二丁目、 移住院長徳重3丁目、移住院長中川、移住院長野田、移住院長妙演寺1丁目、移住院長妙演寺2丁目、移住院長妙演寺3丁目、移住院長,長麦幾多にあたる。高等学校中学校小学校移住院駅、有馬源児、1889年4月1日から1892年12月4日、いじりゆうご。 1892年12月5日から1900年12月17日。前田太郎。1900年12月18日から1916年12月17日。鳥取総二郎。1916年12月18日から1918年12月21日。上村製造。1918年12月26日から1922年4月1日。 上村製造、1922年4月1日から1930年12月26日、黒江家、1930年12月26日、病院寺参りで賑わう徳茂神社。ありがとうございます。